皆さんこんこにちは作学学院大学の笠原ですただいまより栃木未来アスリートプロジェクト保護者向けスポーツライフメンタルトレーニングについてお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今回は ジュニアのメンタル面について様々なトピックスをご紹介させていただきたいと思います。まず最初にジュニアの競争心です。ここで言う、まあ、ジュニアというのは、まあ、小学生、えー、中学生ぐらいの年代を対象としております。最初にジュニアの競争心です。まあ、一連の研究では えー、子供、まあ、ジュニアの競争心は3歳ぐらいから芽生えてくると言われています小学生になるとさらに競争心は上昇します競争心は特に身体的、競技的能力に向けられる傾向があります、えー、体が大きいとか足が速いといった能力に向けられる傾向があります特に男の子は、えー、その傾向が強いと言われています で身体的競技的能力を、まあ、最大限発揮できるのはスポーツですので、まあ、小学生中学生はまあスポーツに参加するわけです続いてジュニアの評価能力です子どもの自分自身に対する気づきや反省する能力は2歳くらいから上昇していきます続いてジュニアの記憶力メタ認知というのは自分を 客観的に見る能力であり非常にまあ高度な知的能力ですそして問題解決力5歳から8歳くらいまでは実はかなり未成熟なんですが8歳以降急激に上達していきます続いてジュニアの貴族能力ですまあ、貴族能力はまあ原因貴族とも言いまして勝ちや負けに対して原因を分析する能力です 4歳から7歳くらいの子どもは課題の難しさを原因に挙げる傾向があります。12歳未満の子どもは努力と能力の区別があまりないと言われています。つまり努力ができるということは能力があるつまり才能があると考えるわけです。他者理解です。6歳くらいから他人の意見を理解する能力が急激に上昇し始めます。 12歳くらいまでに多くの他人の意見を理解することができるようになります。続いてストレスです。親の意思でスポーツをやらされた子どもはスポーツが長続きしない傾向があると言われています。親を喜ばせるために参加した子どもはストレスを強く感じる傾向があると言われています。続いてジュニアの原因帰属力と大人の関係です。 原因帰属力というのは原因を分析する能力です。子供は原因を分析する能力が未発達と言われています。子供は何を基準に原因を分析するかというと、コーチや両親の評価を重要視します。なので、コーチや両親の評価が適切でないと、子供の原因分析は健全に育たず、才能のせいにしたり、 非現実的なな目目標標をを立立てたりり低すすぎる目標を立てるようになります評価で重要になってくるのは言葉よりもコーチや両親,両親の表情や態度です。えー、子どもはですねまだ言葉を正確に理解することが難しい場合があります。そういう時に何を評価の基準にするかというとやはりコーチや えー、両親の表情や態度よくノンバーバルコミュニケーションと言いますけどそのノンバーバルな部分を、まあ、評価の対象にするわけです、えー、ジュニアの原因帰属力と大人の関係続きです、えー、子どもはですね表情や態度を相当敏感にかつ間違って解釈する傾向がありますで、えー、表情や態度を実際より、まあ、否定的に解釈してしまう傾向があります コーチや両親がそのつもりはなくてもちょっとした表情や態度の変化で自分のことを否定的に解釈しているのかなと否定的に評価しているんじゃないかとまあ、勘違いしてしまう傾向があるわけですね。で8歳から9歳までの子どもは、まあ、上手にできた時や頑張った時コーチが無反応 両親が無反応だったりするとコーチや両親にそのつもりがなくてもです、ね、自分を嫌がっているか否定的な反応、まあ、ダ,メなしダメなしをされたんじゃないかと解釈するわけですで小学校低学年幼稚園保育園児に対しては子どものちょっとした頑張りや行動に対するオーバーなノンバーバルコミュニケーション、はいえー、言葉ではなかなか理解できませんから少しオーバーアクションのノンバーバルコミュニケーション 表情、態度、姿勢で評価をしてあげることがま重要になってきます、えー。ホワイトという学者がですね、1959年に提唱したコンピネンス動機付け理論というものがあります。これはですね、自分はできる、まあ、有能感を感じたい欲求を本来持っていることを前提として。 自分はできるんだすごいんだという有能感を感じたいがためにさまざまなゴールを目指して努力をするという考え方です。子どもがですね自,自らの成長のために努力をする際親が努力を認めサポートすることは。 まあ、ポイントはですね努力を認めるということですね努力の重要性を高めスポーツが好きだからやるやりたいからやるといったですね内発的なやる気まあ内発的動機づけという言い方もしますが内発的なやる気を高めると言われています子どもがですね自らの成長のために努力をしている際、まあ、楽しさを感じて不安はあまり感じませんで努力に対してですね コーチや、まあ、親がですね、関心を示さなかったりうまくいった時のみつまり結果のみを褒めてしまうと褒められたいからやるとかうまくやらないと褒めてもらえないといった信念が育ち高い不安感を生み出します、えー、なぜかというとうまくやるとか結果を出すというのは、まあ、やってみなければわからない非常にまあ不安定なまあ要素を持っています。 不安定な要素を持っている結果に集中してしまうと、まあ、当然できるかどうかわからないのでそこには高い不安感が生み出されるわけです。まあ、それに対してですね、まあ、努力というのは結果よりもはるかにあの自分でコントロールできる要素が多いので努力に集中している時はですね、まあ、不安を感じることが少なくなります。 続いて、ジュニアの自己評価に与える親の影響です。子どもの身体能力、運動能力に対する親の評価と子ども自身の評価には、高い関連性があることが報告されています。親が、うちの子は体力ないな、スポーツ苦手だな、運動神経鈍いなと評価してしまうと、子どもも自分自身を同じように評価してしまいます。 活発であれ元気な子であれ努力を推奨するといった親の価値観や期待はサッカーやテニスなどの多くの種目において子どもの活発さ身体能力に対する有能感やあの努力をし続けるといった部分と高い関連性があります。 親の価値観や期待が子どものスポーツへの参加や有能感に大きな影響を及ぼします。このような考え方を期待・価値モデルといいます。アトキンソンが1957年に提唱しました。逆に親が自分の子どもは能力が低いとか出来が悪いと評価してしまうとどんなに成績や能力が高くても子どもは自分は能力が低い、才能がない、出来が悪いと自己評価してしまいます。 続いて、試合前の不安について説明させていただきます、えー。親やコーチがですね、良い成績を上げるように、まあ、結果を期待してしまうとですね、非常にまあ子供にはプレッシャーがかかります。で、子供の頭の中では、もやもやとですね、親やコーチの期待に応えようと同時に、期待を裏切ったらどうしよう、結果を出せなかったらどうしよう、 ミスししたらどうしようよと、試合前にに非常に強い不安を感じる傾向があります。で試合前の子どもの心配事のトップ2はですね、親やコーチが何を考えているのか親やコーチの期待を裏切ったらどうしよう親やコーチの前で結果を出せなかったらどうしようという非常にですね、親やコーチが考えていることが気になりすぎたり、えー、結果に対して気にしてしまうわけです。 試合前に不安を感じやすい子どもはですね、他人からのマイナスな評価を非常に気にします。で、他人の目を気にしやすくなるので、自分のプレイややるべきことに集中できなくなってしまうわけですね。これはスポーツのみならず、学業でも同様な結果が報告されています。続いて、楽しさについてです。 えー、親やコーチの結果に対する期待が少ないほど、えー、結果に対する期待じゃなくてプレーを楽しむことの期待だとか努力に対する期待だったら OK なんですが、えー、結果に対する期待が、まあ、少ないほど子どもはスポーツに楽しみを感じやすいと言われていますで楽しみと競技成績は残念ながら必ずしも比例はしません ただし、スポーツを長く続きやすい、えー、継続することに関しては非常に高い関連性があると言われていますで、人生で成功する秘訣と何かをやり抜くだとか継続するという能力は非常に重要なポイントになってきますこの継続に関してはまた後ほど説明させていただきますで親やコーチのスポーツに参加する教育的な意義 スポーツマンシップ、仲間とのコミュニケーション、楽しむこと、努力すること、子どものコミュニケーションなどを強調したサポート、つまり結果ではなく、その過程というか、プロセスを強調したサポートが、子どもの楽しみ、スポーツに対する楽しみだとか、継続性と高い関連性を、えーまあ、導き出すわけです。 まあ最終的にです、ね、親やコーチのサポートに対する結論としてはです、ね、金銭面、送り迎え、結果を求めない、努力を推奨した、まあ、無条件の応援など、必要なサポートはしてくれるが、結果に対してあまりうるさく言わない親に対して、子どもはスポーツに対する楽しみだとか、まあ、継続性を感じるわけです。 続いてですね、夢と目標についてお話しさせていただきたいと思います。よく小学生はですね、さまざまなところで、まあ、夢を持ちなさいとか、まあ、言われると思います。まあ、夢というのはですね、非常にまあ長期的な壮大な目標とまあ定義できるかなと思うんですが、夢についてさまざまな研究が進んでいます。まあ、よく夢を持ちなさい、夢を持ちなさいと言いますが、夢を持つことのまあデメリット どういうことかというとですね、えー、と夢を持つってことは当然その瞬間ですね夢を達成した自分を、まあ、想像すると思うんですがその夢を達成した自分を想像するだけで満足してしまって、まあ、結果的に何もしないんじゃないかという考え方もあります。 まあ、それでは困るので、えーと、夢を達成するためには、単純に達成した自分を想像するだけじゃなくて、もっと現実的にですね、えー、夢を達成するためにはさまざまな障害、問題があると思います。いろんなその障害を乗り越えていかなければ、夢は達成できないので、どんな障害があるのか、どんな問題点、課題があるのか。 その障害、問題点、課題を乗り越えるためにはどうしたらいいか、具体的な対処法を考えるということが非常に重要になって、まあ、エッティンゲンという学者がですね、まあ、ウープの法則ということで提唱しています。えー、ウープの法則はですね、えー、と日本語版の書籍も販売されてますので、まあ、ぜひお読みください。で、えっ、ー、とですね、 それと同時にですね、最近の若者はよく夢がない、夢がないというふうに言われますが、実は世界レベルで調査するとですね、まあほとんどの若者はですね、実はまあ夢が、えー、のないわけなんですよね、実は夢持ってないんです。じゃあどうしたらまあ夢を持てるのかというと、夢を持とうというよりは、夢というのは、 あるきっかけで勝手にこうもこ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 です、ね、勝手に湧いて出てくるものと考えた方がいいかと思います。どうしたら夢は勝手にこうもこもこ湧いて出てくるかというとですねまず夢は経験交流メンターとの出会いからまあ勝手に出てくると言われています。なので夢が勝手にもこもこ,こう出てくるためにはまず何をしたかいいかというと多くの経験を積んでくださいということですね。 その中に、まあ、勉強やスポーツなんかも入ります。で、多くの経験を積む中で、いろんな方との交流が生まれます。いろんな方と交流、コミュニケーションを取ってください。そうすると、ある時突然ですね、メンターといって、自分の人生を決定づけるような重要な人物がこう何人か出てきます。そういった方々との出会いから、夢って勝手に出てくるものなので、 夢を持とうというよりは、多くの経験交流、メンターとの出会いを導くようにです、ね、努めていただければいいかなと思います。で、夢を持つ際のポイントはですね、できればです、ね、金持ちになりたいとか、偉い人というよりは、このような仕事について、こういう人間になりたいとか、このような仕事について、 世のため、人のため貢献したい、つまり社会貢献したいという目標のが、まあ、健全と言われています。で、夢にしろ、まあ、長期目標って言い方をしますけれども、夢や長期目標っていうのは、もう名前の通りですね、少しはるかこう先の目標なんですよね。で、先の目標だけ思っても夢って叶わないんですよね。なので、夢とか長期目標を設定したら、 ずっとですね今現在まで降りてきます、こういうの後ろ向き方略っていうんですけども、特に重要なのはこの短期目標ってやつですね。で短期目標というのはどういうものかというと、毎日の目標です、はい。毎日の目標の積み重ねが中期目標、長期目標の達成につながるので、実は重要なのは、長期目標よりもですね、毎日の目標を明確にすること。 それがまあ短期目標になるわけですで。ここにストレッチ目標と書いてありますが、これは自分がちょっと努力すれば確実に実行できるような目標が望ましいです。じゃあ、確実に実行できるような目標、ストレッチ目標というのはどのようなものかというと行動に関する目標ですね。何々を何分やる、何々を何回やる、この部分を注意してやるといった確実に実行できる行動目標が望ましいです。 まあ、プロセス目標って言い方もします。この短期目標で、結果目標は、えー、立てない方がいいかなと思います。なぜかというと、結果目標というのは、やはり結果ですからやってみなければわからない、確実に実行できる保証がないわけですよね。はい、何々ができるようになるとか、はいえーと、勉強だったら何点を取るだとか、全問正解みたいな結果目標ではなくて、何々を何回やる、えー、と何々を何分間やる。 この部分を注意して練習してみるといった確実にできる行動目標、まあ、プロセス目標が望ましいです。で えーと右側にです、ねまあ、グリッドという、えー、と単語があると思うんですが、まあ、グリッドというのは、まあ、やり抜く力というふうに、まあ、訳されているんですけど実は人生で成功する秘訣と、まあ、やり抜く力というのは非常に、まあ、連動していてどうしたらこのやり抜く力グリッドが高まるかというとやはりこの短期目標なんですね。えー、と毎日の 具体的な行動目標を明確にしてこの目標を行動目標前に積み重ねているとこう結構、飽きっぽかった人も最後までやり抜けるようになる。 逆に、こういう長期的な目標だとか、夢だけの人ってのは、なかなかやり抜く力がつかないと言われてますので、グリッドを高める意味でも、えー、と短期目標、つまり毎日の行動目標、まあ、プロセス目標を設定することが非常に重要になってきます。はい、えー、それではですね、えー、グリッドについて説明させていただきます。 えー、2007年にダックワースが提唱した概念で、まあ、やり抜く力とされています。で、えー、グリッドはですね、長期的な目標を達成するための、情熱と粘り強さの2つの要素によって構成されると考えられています。はい、で、こちらがですね、えー、日本語版、えー、グリッド尺度短縮版となっております。 こちらのチェックテストをチェックすることによってグリッド力をある程度把握することができるようになっております。奇数番号は情熱に関する項目であり偶数番号は粘り強さと関連しています8項目の短縮版が使用されることが多いです。 選択した回答の数字の単純平均がグリッドスコアになります。最高値5、最低値1です。その人のグリッドの水準を示す目安となります。あくまで、まあ、絶対的な基準ではないので参考程度に考えてください。で、奇数番号の情熱に関連する質問項目は全て逆転項目になっており合意しないほど 当てはまらないほどグリッドスコアが高くなります。えー、グリッドをあの示す特徴として、えー、4つの特徴があります。1つ目、興味。他の人がつまらないと感じるようなことにも興味を持ち、楽しんでいる。目的を達成することに喜びを感じている。2、練習。より高い目標を常に設定し、 それを達成するプロセス、過程を粘り強く継続している。3. 目的、仕事が他の人の役に立っていることを認識している。4. 希望、どんな困難に直面してもやればできるという希望を失わないとされています。はい、えー、こちらがですね、えっ、ー、と、脳科学的な見地から分析した やり抜く力、グリッドと短期目標の関連性についての研究です。まず、やり抜けた人とやり抜けなかった人の違いは、前頭極の構造が違った。まあ、脳みそで言えば、おでこのあたりの部分ですね。で、えーと、課題としては短期パズル課題、1ヶ月間の指運動学習課題、3ヶ月間の英語学習のどの課題においても、やり抜けた人は、 前頭極の肺白質体積と白質拡散違法性が高かったと。じゃあ、この肺白質と白質というのは、まあ、どこにあるかということになります。はい、こちらはです、ねえー、と CT スキャンで,です、ねえー、と人の、まあ、脳をです、ねまあ、輪切りにした写真ですね。 で、この脳を輪切りした部分の外側を、まあ、肺白質と言います。よく大脳皮質と言い方をします、えー。この部分はね、まあ、人間の知的活動全般を司る、まあ、司令塔みたいな部分ですね。で、この肺白質で、えっ、ー、と、下された命令を伝える道路の役割を果たすのが、この白質という部分になります。はい。で、こちらの図はですね、 やり抜けなかった人に対してです、ね、目標細分化設定、つまり目標細分化した、つまり毎日の目標を具体的かつ明確にして、毎日の目標を確実に達成する。で、この毎日の目標というのは、具体的で達成可能な行動目標ですね。 でその具体的で達成可能な行動目標を当然、達成することに達成感を感じるわけです。えー、そうしたら、ですね、えー、やり抜けなかった人もやり抜けるようになって、えー、と前頭極の構造も変化してきたということになるわけです。逆に、通常の学習をした場合、今までと同じ学習方法では、や,はり,やり抜けない予測の大半の人は実際にやり抜けず。 それらの人の前頭極にも変化なかったと言われています。つまり、やっぱり重要なのが、先ほどお話しした具体的で達成可能な毎日の行動目標を設定することが、まあやり抜く力を高めると考えられるわけです。はい、それでは最後のトピックスになります。子どもの脳を変形させる親の行為とは、言葉の暴力はコミュニケーション能力に影響します。 マルトリートメントはその内容によって大きく5つの種類に分かれます。マルトリートメントは不適切な養育という意味です。まず1つ目、身体的マルトリートメントです。えー、いわゆる体罰ですね。体罰をはじめ直接的な子供の体への暴力が身体的マルトリートメントになります。えー、叩く、殴る、蹴る、えー、物で叩く、火傷を負わせるといったもののほか、 溺れさせる、髪を掴むなど外傷として残らない暴力もあります。過度な体罰は感情や思考のコントロールを司る、えー、前頭前野の一部を萎縮させると言われています。その他にも集中力や意思決定、共感などと関係の深い前頭葉の、えー、全体障害の萎縮も引き起こす可能性があります。 また脳の一番外側に広がる大脳皮質の感覚やへ痛みを伝えるための神経回路が細くなり痛みに対して鈍化になるように脳を変形させている可能性もありますはいこちらの図にありますように前頭前野の一部が萎縮したり全体状態が萎縮する可能性が指摘されています はい、えー。2番目にですね、心理的マルトリートメントです。あんたはバカだ。何をやらせてもダメな子ね。あなたなんか産むんじゃなかったなどの差別や罵倒を脅し、存在否定の言葉を投げかけ続けるのが心理的マルトリートメントです、えー。言葉の暴力は子供に自分はダメな人間だという強い自己否定の気持ちを植え付けてしまいます。長期間にわたって暴言にさらされた子供の脳は、 側頭部にある聴覚野の一部が肥大し、会話コミュニケーションがうまくできなくなる可能性が出てきます。はい、こちらの図にありますように、えー、図に示されたこの聴覚野という部分が肥大してきます。はい、続いて3番目ですね。面前 dv です。子供の前、あるいは子供の耳に届く場所で家庭内暴力が行われることです。 両親間の DV DV や、えー、夫婦喧嘩を目撃すす。ることも面前に入ります親同士の激しい罵り合いや暴力を見ていると大脳後方の視覚やが萎縮し他人の表情を読めず対人関係がうまくいかなくなる可能性が指摘されています。 はい。こちらの図にありますように、脳の後方部分ですね。えー、この四角を司る四角やが萎縮する可能性が指摘されています。はい、えー。4番目です。ネグレクト。まあ、放置虐待と言われることもあります。ネグレクトは愛着障害につながり、喜びや快楽を生み出す洗浄体の働きを弱め、左右の脳をつなぐ脳量を萎縮させます。で、最後5番目。性的マルトリートメント。 まあ、性的虐待とも言われますが、性的マルトリートメントを受けると、高等用の視覚やが萎縮すると言われています。はい、最後に、えー、私の、えー、ホームページ、SNS、まあ、書籍の紹介になります。えー、左側からですね、Web、えーえー、メンタルトレイングラボというホームページを持ってますので、そちらの QR コードです。 でえー、続いて私、私、えー、笠原明のフェイスブック。でえー、こちらですね、えー、栃木県メンタルトレーニング研究会というグループを作っておりまして、えー、フェイスブックグループの QR コードになります。まあ、研究会といっても、別に研究しているわけじゃなくて、毎月1回ですね、えー、今、オンラインでメンタルトレーニングの,の講習会をやっております。 特に参加者の方々に意見を言っていただくとか何かしていただくということはありません。ただただ僕の講習会をあの聞いていただくだけで結構ですので、もしよかったら入会してみてください。で、えー、こちらは私のツイッターですね。i Instagram。で、最近ですね、LINE 公式アカウントも、えー、オープンしました、えー。今のところですね、毎日1回スポーツ心理学の基本的な内容を配信しております。 で、一番最後ですね、まあ、M チューブですね。私の、まあ、YouTube の QR コードとなっております。定期的にメンタルトレーニングの動画を配信しておりますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。で、えー、こちら左側からですね、私の、まあ、書籍となっております。 えー、この中で、まあ、私の考えが最もまあ表現されているものはですね、こちらですね、えー、誰でもできる最新スポーツメンタルトレーニング、この青の表紙の部分ですね、えー、もしよかったらご購入ください。以上で終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。